今日こそ勝つしかない。YouTube のコメントにコメントを入れてください。今キックオフされました。まずは右から左に攻めていきます。ピンクのユニフォーム、キックオフは栃木シティです。スタートだったんでね、ちょっとレフェリーも今の流れてる。外のレーン、宮沢から外に飛び出す佐々木、さあクロスのチャンスだ。エリア内に入っている。さあ受けてシュートに行けるか。中野君行けるか。東京フェーター前向いて、クスカミが打ってシュート。いやー、後ろから上がってきたのはフルショーか。シュートがありました。いや、クスカミあのエリア内で仕掛けるのいいですね。はい、あれは脅威になります。少しドリブルで運んで自らも上がっていきます。スルーパスが通りますが、あと微妙な位置になった。ボール持って抜け出していくシュート。これはファウルありません。ナイスブロック。あ、ありましたね、あの時のメンバー、はい、あの時のキャプテンです。キャプテン心を持ち合わせる。少しミスがありました。リュウが追います。左から鈴木が上がっていく。シュート、ゴールになってしまった。ショートカウンター炸裂、痛い失点になりました。前半9分、ボールをつないでいく。シティも時間を与えるなと、なんとばかりに詰めていきます。ボールが加藤に渡ります。佐藤隼人かわしていきたい。佐々木だ。さあシュートチャンス。工藤のキック、内巻きのボール書き出したい。守りました。危なかった。サイザーのインサイド展開、中入れられるか。加藤低いボールを選んだ。皆さんが追っている。ナイスタックルになった。マイボールにしてフィードがある相澤。狙ったボール、いいところに。面白いキーパー、いい判断でしたね。佐々木が飛び込んでいきましたが、キーパー降りてきています。前線宮沢からショートパス交換、ワンツー、中に入っていく。佐々木スルー、宮沢です。左サイド、関口、くすかみ、うわーっと、いやー連携良かったですけどね。いやー良かったですね、ところまでは。何でしょうか、レッド少し今一発レッド、レッド、あ、イエローカード2枚、2枚目のイエローカードが南葛の選手に出ましたか。1枚出てますか。いやー、これは厳しい。ナイスの、ここで痛返したシュート。さあ、劣勢、ここからは10人の戦いを強いられることになります。おっと、詰めていきましょう。さあ、打てるか。チャンスだぞ。この持って宮沢だ。シュート、宮沢、惜しい。放送席からも感じられるプレーです。加藤が追っていく。スピードがある7番鈴木からこぼれている。フリーになる。止めたい。ナイスキーパー、ナイスキーパー、よく止めた。そして宮沢も飛び込んでいきました。ナイスディフェンス、南葛 SC。 時間関口が行きます。奪いました。チャンス、縦入れ替われればチャンス。これはファールになりました。イエローカードを主審が持っています。まあ、ぶっちゃけね、もうある意味どこそですからね。まあ、行きたいと思います。カジさん、12秒苦しいけどまだ口を諦めない自分がいる。ありがとうございます。さあ、キックオフしました。後半の45分のスタートです。練習してる中で1人少ないからこう負けておっているんですよね。はい、清水がボールを持って上がる。中一人浮いているが、シュート。ーよく入れは助かりました。ったね、ワンツーから抜け出します。逆サイド、宮沢も入ってきた。中にくすかみ、抜けれるか。低いボール、パンチング、低いボール、フリーになる。14チョル、よく止まった。素晴らしい守りを見せました。ゴールキーパー大きな拍手です。川原弘樹、一つ落ち着きたい。ここでの失点はどうしても避けたいところ。シュートになる。いやー、さあ、そしてチャンスにつなげていきたい。カウンター、くすかみから関口です。ライン際、ライン際、さあクロスに行きたい。
クロスが上がる。うわーっと、3人で囲む、抜け出す、なんかフリーになってしまう、シュート、しのぎました。いやー、助かってる。オッケーオッケー、強い当たりにも負けず、逆サイド、あら、そして自らも上がっていきます。右サイドからエリア内に入る。いいぞ、さあクロスを入れてこい。エリア内5人だ、中津行け、まだあるぞ、セカンドボール、よし、拾った、ミスはない。さあファーサイド、クスカミです。長いか、いやー、いい攻撃だった。昨シーズンは怪我もありました。その前のシーズンも思うようなプレーはできませんでしたが、おー、危ないけど、まあ、シュート打たれてないから、はい、気も危なくないですね、はい、そして関口、いや、もうポジションレスだし、オールポジションの関口、今日はさあ、アラシュールがスピードを見せる、アラ、中に佐々木、アラ自分でもいける、カットイン、アラのシュート、佐々木、大歓声の奥戸です。いやー、いい形だったな今。奪いました、勢いが出てきました、なんか前でフリーになってきました、はい、よし、ナイス、よし、デビー前行け、いけいけ、あ、そうですね、うん、デビのセットプレー見せる時です。あれ、なんかちょっと落ちてきてませんね。そうですね、流れ的に本当ですね、はい、雰囲気が明らかに変わってきました。さあカメラもデビソン、186cm、86kg 捉えています。ファーサイドの3番のデビ、競り合い飛んでもらって、それさ、デビソン、ヘディング、佐々木、佐々木押し込んだ、あっと、オフサイドです、オフサイド。いやー、でも雰囲気ありますよ、雰囲気ありますよ、そうですね、大きくは来ました。寄せます、デビッソン、シュート、あー、危ない、危なかった、しょうがない、なんか絶対大きな息の根を止められる、おー、通るか、通していけ、押し込め、なんかつ長澤、縦です、さあ来た、荒が来た、荒が来ました、荒シューが中に入れていく、いいプレーを見せました、加藤いぶき、ノーファール、ノーファール、加藤からテクニックを見せました、沸かせます、相澤、おおという歓声、40番相澤はね、はい、唯一の葛飾出身の、ね、今ね、その選手ですけどね、早く蹴り出したボール、高さはデビは負けない、おお、すげえ、おおという歓声、諦めない姿勢、これがなんか勝ちですね。まあ、ゴール裏で待つ形、後半のサポーターの前で同点ゴールぶち込んでほしい、なんか勝ちです。デビッソン一人剥がしてドリブル、前に抜けた、アラです。さあ中で待つのは三上、オッケー、コーナーキック、ナイスコーナー、コーナーキックになりました、ナイスプレー、最後あるぞこれ、91分、中に入れてきて高いボール、デビューソンが合わせる、少し長くなったボール、最後のチャンスになりますね、ワンチャンス欲しいですね。さあ前線デビューソン勝負、上がっています、こぼれたボール、パスの得意な相澤から前線三上、拾って長いボール、中心時計を見て今ホイッスルです、試合終了。いやー残念ですね、いやー、よく戦いました、なんか全身、よくやりましたね、はい。